いつも楽しく拝見させていただいております。ミラン時代のインザーギ元監督は本田さんが5大陸すべてのクラブでゴールを決めたことを知っているようですが、今でも交流ありますか？また当時インザーギ監督になってからゴール量産をし始めた印象がありますが、どのような指導やアドバイスがあったんでしょう？インザーギとの交流、今は連絡取ってないですね。取ってないですけど、うん、インザーギとはめちゃくちゃ意識高かったですね。身体能力に恵まれていないのにあれだけ点取れてた理由が分かるぐらい、すごくストイックな監督でした。それを、まあ、選手にものすごく求めていたし、まあ、それがね、求めすぎるがゆえに選手が理解できないこともあったかもしれないですけど、僕はすごく好きな監督でしたね。